入速通信社にてモーストデンジャラスコンビが復活していました。武田邦彦復帰第1弾、今だからこそ話せる夏の参院選挙出馬の裏側、参政党顧問として人生をかけて成し遂げる目標とは。こちらの19分42秒頃から虎ノ門ニュースが終了したことから番組を振り返り、武田邦彦教授が須田さんが社長みたいなことを言っていたといった発言がありました。虎八視聴者だった方はこの辺りから見ると面白いと思います。ただ一つ疑問に思うのは、こちらの動画で触れました過去の須田さんの発言です。生配信闇鍋ジャーナル仮第31回。ここでは闇鍋には武田邦彦教授は出演しないという雰囲気でした。月曜日のライブ収録が間に合わない、闇鍋は拘束時間がなくて時間が取れない、交通費の問題、入足の方が困りが効くのでコラボしやすいなどの理由が考えられますが、2022年12月12日では闇鍋は出演なさそうという発言があり、2022年12月28日には入足に出演という展開には違和感がありました。入足で武田教授から須田さんが社長みたいという発言がありましたが、武田教授は降板後も山田氏と飲みに行くなどの進行があったと虎八で発言があった覚えがあります。この件に山田氏は関係なさそうに感じます。それだけに今の状況はちょっと気になりました。虎筋トリオ復活を見るのは一平さんにも入足に出ていただく必要がありそうです。健康君は虎筋トリオが好きだったくせに参政党は支持しないね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。